始まりました。モンスターストライク、ストライク、ストライク、おストライク、おーストライク、イエーイ、仲良し ET じゃん、 ET じゃんストライク何もしてないですからね。はい、というわけでモンスターストライクやってまいりましょう、はい、私が、画面上 FB37 です。そしてこの日本に生まれたストライカー、それがキックマックスです。はい、アルマートでーす。ようです。はい、というわけで、今回も、MDT のちょっと訓練に行ってみたいなと思います、今んとこクリアしてるじゃないですか。まあそうですね、最近順調ですね、沼したんだ、みんな沼したの沼したの、みんな炎のクワガタ捕獲作戦だって。クワガタ、クワガタ、炎のクワガタって。あーでもいいパーティーですね、これはいけんじゃないですか。よし、俺だけ欲しいな悲しいんだけど。確かにそうだ、本当だ、まあ、リドラが今日出るから、まあ、リドラ言うんだけど、そう今日出せばいいんだ、出せば。リドラね、やっぱり、ね、ステータス的にはね不安なのよね。あ、そうなの。うん、やっぱ低い。こっちの方がいいの。何が、この人の方が。いや、そんなことはないけど、総合的に見たら、星4のね、めっちゃ強いモンスターって感じかな。これまたワープか、もしかして。モンスター、マジで、忍者っぽいのあるワープでしょ、多分。あ、そうなの、そうなの。あ、さすが忍者汚い。どうする。そうそう、ギミックがね、来たばっかりだから分かんないね、君にね、ほら、あー、マジか。ワープめんどくせえな。あ、でも MDT 僕のキャラあれですからね。どうしよっかな。ほんとだ。あ、よかった。影勝さんあれだから、ね、よし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 、アンチワープついてんじゃん。ラプンツェルとアンチワープだっけ。違う違う違う、 FB の。あ、僕ついてますよ。痛い痛い、もうめっちゃ減ったけど HP ほぼ半分。リドラの攻撃やばい。リドラ雑魚がやばいパターン。ほら、いいねいいねいいね、大ダメージ大ダメージ。いいの、アロマ属性あったんじゃねえ。属性は、待って待ってる。オッケーオッケーオッケー。けど多分リドラのはリドラがやばい。リドラのビームが半端ないタイプだわ、これ。また出てくる？出てくる、出てくるね。出てくる。うん。じゃあレドラを。レドラ？レドラ出てきたら真っ先にやれ。わかった。うん。レドラってどれ？レドラ。あ、それ赤いの、赤いの。赤いの。赤いの。多分攻撃力やばい。わかったわかった。そんな速攻言われますよ、ね、そうそう、ね、ボスさ、ボスよりも雑魚倒した方が相手の攻撃力削れるから。そうなんですよね、結局のね。うわー、穴だらけだ。マジかよ。いや、とりあえず俺こんなに穴開けて何なした。俺動けないから、俺やばいね。とりあえずそうな、まず雑魚、先に雑魚仕留める方が一番いいやり方だから、うん、俺言ったよね、それマジか僕言いましたよね。バレたな。よし、とりあえず味方に当てる。さあ、リドラーの攻撃が、どうなるか。うわー、痛いね、やっぱり、ね、痛いわ、やっぱ痛い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 。よしよし、分かった、リドラーマンチワークを。しかもビットンブレーカーついてる。あ、そうだ、ビットンブレーカーついてんじゃん。ビットンやっちゃおう。やれやれやれ、ビットンブレーカーついてる。敵の割にあるシールドみたいな。そうそう、ビットン、そうダメージを当てる。おー、なくなった。280万与えた。270万。いや、ほんとすげー。そうそうそう、お前結構そのキャラこのクエストのためにあるんじゃない。そうだな、アンチワップもあるしな、ね、君臨、その時のさ、ガチャのテーマにあった君臨モンスターは、その時のガチャが、非常に有効なガチャのパターンがガチャの、ガチャガチャなんかうるせえな、ガチャ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 。一人でガチャやってるよ、そしたらどうしようかな。ラプンツェルはもう単純に横間、いいね、いいね、よくやったよ、行ったり入ったり、よくやったよくやった。何なんだ、リドラ倒せなかったみたいな。いや、痛い、やっぱ明らかにリドラの攻撃の方が痛いわ。何、さあ、ヨヨ、これでイエウエの攻撃結構重要だよ。そうだよ、ほら、お、いいね、お、いいよいいよ、お、いいね、ヨヨ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 ヨ。しかも倒さないことで回復が取れるという。あ、けど誰ですか。お前か、アンチワープだから。あ、OK、 回復絶対取るよ。回復優先かな、どっちかっつったら。優先って言われたらそのまま倒せんじゃないの、アンチワップ。こうじゃない。そう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 、やったらやったら、バウンドで取れ。うわー、ワイルドパー、イエーイ、バウンディ大佐。これなんかその懐かしの出してきたの今さて、お、いいね、ボーナスステージ癒しの時間です。カメが弱いんじゃないの。イエーイ。けど侮ると結構こいつ攻撃力高いから。そうそうそうなの。君臨のカメラ結構強かったです。
いいね、なんかねバランスがいいんだよこのパーティーいいよね、うん、いい、うん、奇跡的なバランスボスかな。あ、まだあるまだある。 結構長っ。いや、いいや、この間にストライクショットのゲージを貯めておけば。うわ、めっちゃワープしてきてる感じだね。めっちゃワープしてる。いや、こいつらは別にワープしてこないよそうだよね。信玄に当てる感じにしようかな。そうね。いや、俺に当たんないよ信玄。イエーイ当たんねえ。ほら、ビル君がそういうこと言うから。本当にさ冗談だったよ。まさかそんなに下手だと思わなくて。いやまずいぞ。3分の2ぐらい削られたの。反射レーザーやば。これまずいな。でも回復も座ってないぞ。これやばいぞ。あ、いいね。そいつ1匹倒すの。ワープより多分真ん中のやつ倒さないとあかんわ。アルマゲドンが近づいてきている。あらー。というわけで残念というわけで、ちょっといや思ったより強かったな。調子良かったからさ、ね、マジね勝てると思ったんだけどな。何あの反射レーザー。分からん。ボスまだ見れてないよ。属性何だった。いやそれぞれでしょ。いろんな属性がいたね。あったよね、うん、属性合わせることもできなかったよな。え、強くね。いやアンチワーク持ってないからな。やっぱ多分ね敵の HP は低いだから攻撃がすげえ高いんだろうな。なるほどね。あ、じゃあ続きちょっとそれを踏まえてまた挑戦しましょう。そうだね、はい、じゃあでもさこんな時、まあね、こんな時こんな時そうだね。アンチワークのキャラ欲しいよね。やっぱ欲しいな。欲しいな。なんか人足りないよねこれ。足りない足りない。欲しい時何すればいい。え、もしかして、もしかしてガチャガチャ。はい、ということでガチャタイムやってきました。イエーイ、待ってた。さあ今日も元気にガチャを引いていきましょう。これ何のためのさあこれ敵が出そうな予感がする俺。マジでマジで。もうこれ本当に出したらお前もういいよそれで。そうだよ。さあ行くぞ行くぞ。ジェンガ崩す。おっ、まあ、とりあえず繋いだ。繋いだね。さあ、来い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 。うおー、なにこれ。ホルス、ホルスさん。ホルスはどうなの。あー、星4か。よく出るんですよ。よく出る方ですね。よく出る方ですね。じゃあ、俺がちゃんと望みを繋ぐから。星5出ねー。じゃあ、行きますよ。星5出ねー。シュ、えい。頼む、来てくれキー君。おぉ、おここから？うわー、見たこともないけど。誰それ？誰それ？見たことないわ。あ、かっこいいね。ロダンズウォール。星さん。あ、俺こいつクエストをやってた。普通にトロップした。普通にボス出るね。ロダンランザンだって。まあ、まあ、任しとけって。ダメだ。ロダンランザン。言いますよ。はい。引っ張れい。さあ、あ、よかった。うん、あら、いいね、舞うね。ダメだな、みんな華麗に舞うね。ダメだな。今のだけはやっちゃいけないやつですよ。銀出して待ってる、俺が見せてやるから。ロダンレンザにやりたくない。ロダンレンザ、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 おい来い。うわ、なんだよこいつ。初めて見たこいつ。うわ、なんだこいつ。ね、うん、ギャラクシーだって。かっこいいじゃん。お前それメインキャラにしろ。やだよ。ギャラクシー。ギャラクシーだよ。名前はかっこいいね。ギャラクシーかよ。当然の星さんですから。じゃあ、まさかここでこんな星さんを引くことになると。マジかよ。でもなんかフュージョンしたつもりじゃん。ロダン、ロダンギャラクシー、ロダンランザンギャラクシー。ん？何を言ってんだ？はい、というわけですね、今回モンスターストライク、はい、はい、ですね、なんか散々な結果に終わりました、ね、いや、本当にね負けるし、ガチャもひどいし、ね、そうだね。次こそ、雪辱を果たしたいと思います。はい、じゃあ、全世界のみんな、バーイ。バイバーイ。
あ、バカ君だ。お、え、チャンネル登録ってどこでするんだ。はい、ですね、YouTube のチャンネル登録すれば最新の画とかわかりますんで、ここで登録お願いいたします。はい、こちらです。 YouTube はこちらです。プロジェクトチャンネルです。どこだよとここだよ。ここなんだ。ここここ。あとは？あとね、ニコニコ動画のチャンネルも登録できますんで、うん、こちらの方で。はい、ニコニコはこちらでーす。はい、よろしくお願いいたします。ニコニコってなんだ？バカだ。バカすぎるわ。バカすぎる。はい、じゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。動画見てくれてありがとうございます。